北中央自動車道霊山インターチェンジの近くにある道の駅伊達の里霊山に来ました。ここで伊達鶏の魅力を探ってきます。もう入ってすぐいろんな商品ありますね。あ、工芸品とかもありますし、フルーツ類、お菓子もありますね。こんにちは。こんにちは。福島テレビの金子です。よろしくお願いします。今日はですね、伊達鶏について探りに来たんですけれども、はい、伊達鶏の魅力についてですね、早速食べていただいてからご紹介できればと。まずは食べる、はい、最高ですね。ということで、併設している伊達食庵で伊達鶏を使った絶品グルメをいただきます。まずはこちらをお召し上がりください。はい、これは何ですか。はい、じゃあ道の駅伊達食庵で一番の人気の伊達鶏の釜飯になります。伊達鶏の釜飯ですか。はい、もう確かにいい香りしてきました。ぜひ。あ、もうすくった瞬間いい香りが、あ、もうお出汁が入ってますんで、じゃあ伊達鶏からいっちゃいましょうか。はい、すごい、予想以上に弾力があって、はい、しかも柔らかい。伊達鶏は1985年に養鶏がスタート。料理人たちから美味しくて調理しやすい料理に合う鶏を求められ、試行錯誤を重ねて現在の伊達鶏が誕生しました。本当にさっぱりとした脂身 で弾力がある、でなおかつ火を通しても柔らかいというのが伊達鶏の特徴になっておりまして、なおかつ希少部位の肩こ肉という部分を使っておりまして、そちらを低温で照り焼きで焼き上げることによって、まあ、こういった色合いとか風味とかが出てると。この釜飯に使われている米や野菜も地元産。かつおベースの出汁を注いでお茶漬け風にして食べるのもおすすめなんだとか。さらに伊達のハーブ鶏を使ったこちらの親子丼も人気の一品。伊達食庵では伊達鶏などの美味しさを存分に楽しむことができるんです。本当に最高に美味しかったです。ありがとうございます。金子さん、実はですね、はい、これだけじゃないんですよ。これだけじゃない、はい、実はちょっと売り場の方にですね、はい、おすすめしたい商品ありまして、こちらなんです。これですか。はい、こちらの伊達鶏茶漬けと特製スパイシー伊達鶏手羽先、この2品です。伊達鶏でですね、はい、実は今まで冷凍の商品のお土産はいっぱいあったんですけども、はい、冷凍のものだとお持ち帰りいただくのが限られたお客様のみになってしまうというところで、はいはい、ちょっと今回常温にチャレンジしてみようということで、はい、こちらの商品を作らせていただいたんですね。はい、こちらは去年12月に販売がスタート。まずは伊達鶏の手羽先を使ったお茶漬けから。うん、スパイシーだそのまま、はい、スパイシーだ。10種類のスパイスをブレンドさせていただいておりまして、うん、で独自のスパイスで味をしっかりとつけさせていただいていると。手羽先をお茶漬けにするって斬新だなと。今回伊達鶏の手羽先をちょっとメインに売り出したかったので、そういったお茶漬けということでちょっと合わせさせていただいて。でも美味しいです。美味しいです。これも同じスパイス、そうですね、ですかね、はい、うん、美味しい。あ、でもやっぱり単体でいただいた方がこのスパイシーさをより感じられますね。より、そうですね。これは肉々しい感じも。でも伊達鶏の手羽先って私初めて。そうですね、あまりやはり商品として販売されてるところないので、やはり手羽先は1匹から2本しか取れませんので、うん、確かに、希少な部位にはなるんですけどね。この商品を皮切りに伊達鶏の魅力をさらに広めていきます。伊達鶏っていうのは本当に食べやすくて美味しい鶏なんだよっていうのを PR させていただきながらですね、ご自宅でもですね使っていただいて、本当に美味しい鶏っていう部分を広めていきたいなと思ってます。